内村公平さん、フィギュア×体操の科学反応を、自身の SNS でコメント、羽生結弦さんとアイスショー共演。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 フィギュアスケート男子で五輪連覇し、昨年プロ転校した羽生結弦さんが、東日本大震災から12年となる3月11日に、出身地宮城県の積水ハイムスーパーアリーナで開催するアイスショー。 羽生結弦のテイスタラタに体操男子の個人総合で五輪電波の内村光平さんがスペシャルゲストとして出演することが13日アイスショーの公式サイトで発表された9日に主催者の日本テレビから発表になったばかりののテイスタラタ開催にさらなるビッグサプライズが待っていた内村さんがスペシャルゲストに決まった 五輪金メダリストの二人は一緒に演目を演じる予定。互いに尊敬し合う存在であるスケート界と体操界のレジェンドがコラボし、東北から希望を発信する。内村さんは自身の SNS でようやく発表されましたね。いやまさか羽生血弦様のショーに出演させていただけるとは、光栄すぎますね。フィギュア×体操の科学反応をお楽しみください。 と喜びのコメントを投稿。のたすたらた羽生血弦体操クソバカ野郎、フィギュア神、五輪に連覇同盟、僕は五輪を知っている、行ってみたいわ、とハッシュタグを添えた。アイスショーは3月10から12日の全3公演。 タイトルの、ノテイスタラタはイタリア語で、満天の星を意味し、あの日、被災地を焦らした満天の星のように希望を発信し、人々が少しでも笑顔になれるきっかけになれば、との思いが込められている。ゲストにはジェイソン・ブラウン、米国、シェリン・ボーンさん、宮原智子さん、鈴木明子さん、田中慶司さん、無料数人さん、本郷誠花さんらが名を連ねている。 以下、開催日時、逆三角3月10日金、16時会場、17時開演、予定。逆三角3月11日土、15時会場、16時開演、予定。逆三角3月12日日、15時会場、16時開演、予定。放置新聞社。 羽生さんからしたら、内村さんが自身が座長を務めるアイスショーに出演してもらえるさなんて、それこそ光栄と思われているでしょう。本当に嬉しさがインタビューからも伝わってきます。しかし、お二人とも負けず嫌いですから笑い、共演といってもガチで最高のものをお互いに負けじと届けてくれる気がします。これは世界的にも注目の共演になりますね。 キャストのメンバーも球場に円のある方もいらっしゃるし素敵なスケーターばかりで楽しみです。たくさんの方が東北を訪れて少しでも復興のお役に立てたら嬉しいですね。チケット当たらなくても何かしらの形で応援できたらいいなと思います。米国では10年以上も前から体操とフィギュアスケートのコラボエキシビションが開催されている。 リュウキンやライサチェックらの金メダリストも同時出演したり豪華なキャスト。床を除くと体操競技では音楽をバックに演技することはないからエキシビションで初めて音楽をかけながらの演技を見たけど新鮮ではあった。果たして内村さんと羽生さんのコラボはどうなるのかな演出に注目。